まあ、エスケープの最後エイプっていうのがちょっとあのルイジーのエイプとちょっとかあの文字ですけど、で、僕ら今回その時計ファンタジアっていう長年皆さん、地元の皆さんにあの親しまれてるあのイベントに参加させていただくにあたって、まあ、夏頃一回ちょっとここに下見に来た時に、こう今まで皆さんが親しまれてきてたイベントにどうやって参加したらいいのかなっていうのをすごい悩みまして、で公園の中いろいろ散策させていただいた時に、動物園の方も見せていただいて、そこでその白テテナガザルたちの、まあ、に限らずいろんなあのハヌマンダングールとかオオキツネザルとかリスザルとか、本当になんかここはもう動物園というよりはなんか猿の楽園だなって思ったんですね。でそれがこの楽しい遊園地で遊んでた、なんかそんな姿を思い浮かべてしまって、でそれをなんとか描きたいなって思ったのが一つですね。でそれと、まあ、だから今まで皆さんがやってきたそのティアファンタジアのイルミネーションに対して、なんかこう光で対抗するというよりは、なんかむしろ僕ら影となって、なんかそのこういうイルミネーションに照らし出されて、そういう楽しいあの風景が描けたらいいなと思ったのが、あの今回のそのイメージの始まりでした。で、まあそういうこともあって、今回かなりあの地元の皆さんというか、あの市役所の皆さん、木原さんをはじめに市役所の皆さんと一緒に考えながら作らせていただいて、僕の作品というよりは本当にあの宇部市の方とのコラボレーションでできたっていう感じがあります。あの動物園の方にもすごい、もう何ギガ、あのもうハードディスクに収まらないくらいの、あの猿のいろんな映像の資料をいただいて、あの動物園の中をくまなくご案内いただいて解説をしていただいたりとか、あの遊園地の方々もすごいこういういろんなところに、こう、まあ、向こうにもまだ実はあるんですけど、あの設置するにあたってすごいいろいろアイデアを出していただいて、あのご協力いただいて、なんとか実現することができました。あのぜひあの他の作品もありますので楽しんでいてください。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、あの